が鳴ったら。さあ、戦いの火蓋が切って落とされました。距離を取り睨み合う両者、どんな展開が待っているのか。一発目をもらっちゃいけない。避けるんだ。そうすればリズムに乗れる。避けるんだ。左か右か、どっちだ。左。避けられる。右。チャンピオンは大きくバランスを崩した。蹴り足がべったりとマットについていた。硬くなっているのが見え見えだったよ。なんだ、パンチもらったのか。何が何だか。反発入れずに体が襲いかかる。チャンピオンいきなりの停止。右がクリーンヒットした。回復するまであと5秒はかかる。惜しくない。先に手を出せ。サラダに打たせるでない。なんて堂々としてるんだ。これじゃどっちがチャンピオンかわからない。いつものボクシングを思い出せ。自分のボクシングをするんだ。チャンピオンが体を左右に振り始めた。リズムを整えているのか。このスタイルで僕はタイトルを取ったんだ。自信を持って前に出る。チャンピオン突っ込んだ。左をかわして打ち合いに持ち込むんだ。左をかわした。ボディが空いてる。いける。左行って。ヒル、しまった。真田さんにはこれがあった。くっ、まっすぐか曲がるのか。まっすぐの2連打。全然読めない。踏み込みのタイミングが取れない。またしても挑戦者が出る。なんとかかわしたチャンピオン。だが止められた。危険だ。まさにその姿、サバメの元し。剣の使い手として真田はうってつけの男よ。ピーカムーか。確かに厄介なカードだ。だから幕の内くん、丸まっているばかりじゃベルトは守れないぜ。やったまらった。これは効いたか。ここで第1ラウンド終了のゴンが。オープニングは10対9。明らかに挑戦者のラウンド。やった、チャンピオン掴んだ。挑戦者の声がついた。力すくてペースを取りに来たか。だが飛燕で止める。僕の持っている最強の武器。デンプシーロール。よっしゃ、これで流れを変えるんだ。甘い。止めた。デンプシーロールが始まる矢先、体ごと割って入ってその回転を止めました。デンプシーロールの体勢。一度や二度止められても諦めないぞ。いつだってそうしてきたんだ。いやって止めた。デンプシーの回転は飛んだ。接近したら体で止める。中間距離なら冷え。申し訳ないが何度でも止めさせてもらう。テンプシーロールは僕にとっても一番怖い攻撃だからね。何やってんだ一歩。いや、野郎しぶといな。あれだけガード固めてりゃ有効打はやすやすとは取れねえ。しびれ切らした真田は必ず。リズムが変わった。右アッパーガード。よし、押さえた。もう次のモーションに。右のダブルアッパーだ。大丈夫、このままのガードで抑えられる。押さえて反撃だ。リングの中にツバメは2羽おるよ。2羽目のツバメに気をつけるんじゃな。なぜじゃ。驚いたか、鴨川。これぞツバメ返し。理解できん。ブロックを突き抜けるなど
物理的に不可能。あのパッチにどんな核があるんじゃ。これがツバメ返し。チャンピオンの膝が折れる。ダンガー。嫌だ。チャンピオンになって初めての試合で簡単に倒れるもんか。脳が揺れて下半身まで運動信号は伝達していない。強いパンチは来ない。ガードして反撃できる。彼の強さなのか。守りに回るといいことない。真田さんに手を出させちゃダメだ。こんなパンチをいつまでも受けてるわけにはいかない。大振りになってきた。左フックを引っ掛けて体勢を入れ替えた。そしてイアンだ。このパンチが再三チャンピオンを翻弄。目まぐるしい攻守の交代だが、やはりエースはチャレンジャーか。くそ、全然僕のボクシングをさせてもらえない。なんとかなんとかしなきゃ。右アッパー、またツバメ返しか。抑えた。二発目が来る。今度こそ抑える。わかったぞ。チャンピオンがキャンパスに膝をついた。ニュートラルコーナーへ。作業終了までに2ラウンド40秒。小僧立ってここへ帰る。おい、あれが一人破れ。バカな。帰らなきゃ。会長のところに帰らなきゃ。お、小僧聞こえてるか。あいつ行ってきます。ラウンド3。執念で生き延びたチャンピオン、このラウンドこそ流れを変えたいところだ。回復できなかったようだね。だが僕も余裕はない。一気に行く。イアンの連打だ。チャンピオンを打ってがないのか。出し惜しみはしない。小僧は小橋さん、小橋さんの姿。ツバメ返し決まった。よっ、すり抜けない。ガードされた。なぜだ。そうだ、小橋さんの姿。叩いても叩いても僕のパンチを跳ね返した。カラスアームブラッカー。ようやった、小僧。パンチを止めただけでは流れは変わらんわ。まずいです。僕の距離だ。チャンピオン、挑戦者も応戦する。ロープ際の激しい打ち合い。しかし、しかし、ダウン。夢中で手応えが分からなかった。立てるか。このまま二階級制覇の弓ついえるか。ボディのダメージは抜けてきた。ただテンプルの衝撃が残っている。足元の神経が応答しない。立てないか。セブン、エイ。やります。おっと、挑戦者、何事もなかった。攻め切るんだ。チャンピオン一気に背中から。しのぐんだ。挑戦者危険で突き放す。キレが甘い。これなら。4ラウンド2分。
分経過。スリリングな接近戦が続きます。息ができない。苦しい。体力に余裕があったのに足が。呼吸困難と腹部の激痛。しかし耐えろ小僧。もう終わりだ。頭部を意識を刈り取りに来たか。斜め返し着撃。ジャンピオンここまで。右ストレート大きく抜け出した。もうダメだ。この手をキャンパスにつけば楽になる。楽に倒れる。笑った。ロープに引っかかった。倒れそうで倒れない。切れないな。とどめか。挑戦者襲いかかる。ロープがなかったら真田さんは強い。こんな相手にベルトを守るなんて大甘だった。うぬぼれるな。変だ。目の光が戻った。それまでは挑戦だ。ちって。見てぞりゃ。行ってきます。一気にツバメ返しで落とす。なんとチャンピオンが行った。一気に挑戦者との間合いを詰める。なんじゃ。自分から仕掛けてくるだと。体力が残り少ないことを自覚していないのか。まだ力は入る。パンチは出せる。右がめちゃ強烈。あと何発だって計算はいらない。動ける限り手を出し続けるんだ。会長の一発で読みが。挑戦者の奥に駆けつけた。先ほどのダメージが嘘のようなチャンピオンの猛攻。期待してだが、なんだこの圧迫感は。無謀ならし。僕ならこの選択はしない。次のラウンドにつながるよう動きを抑えて耐え特攻だ。しかしそれでも消える前のろうそくの炎に過ぎない。右強烈。しまった。だが誰と凄まじい集中力。右がジャストダメージ。チャンピオンの底力。耐えろ。今度は僕の番だ。幕の内君の最後の攻撃のはずだった。耐えきれば。これは電気耐えろ。勝負をかけた最後の攻撃だ。やばい。踏み込まれた。止めた。全スケロールの回転をシャットアウト。頼みの綱が切れた。行け。一気に切るぜ。リバーだ。リバーブローが刺さっている。直撃された。カウンターだ。アバラを3つ持っていかれた。挑戦者悶絶。チャンピオン腰を落とす。ガゼルパンチ。首を引っこ抜いた。これはベルトを奪った時のフィニッシュパターン。初めからこれを狙っていたのか。この流れ、この流れの次は嵐のような電波シェロールだ。逃げろ。そこから逃げろ。逃がすな。仕留めるんじゃ。倒れろ倒れろ。もう嵐が続かない。耐える耐えるんだ。マクロチ君は僕の攻撃を全て耐えたじゃないか。耐えければ君はもう動けない。僕の勝ちだ。体がきしむ。足腰が出まらない。
全てを出し切った。これで倒れなかったら僕の、止まってしまった。マクドウズのパンチが返ってこない。うかっ、バカな、動けるはずないのに。撃て、撃ち込めばとどめじゃ。この上ない勝利だ。満足一歩、ハットタイトル防衛。よっしゃー。